以上、どうも泉圭介です。今手首をやってしまった。いった、なんかビキって来たんだけど、何これ、腰ですかこれ。めっちゃ痛かった、ね、何これ。もう年齢はね、どうしようもないからね、舐めちゃダメだね。もうめっちゃ痛かった。上げていきたいと思います。もう何かはね、もう言わずもがな、もうタイトルにある通りなんですけれども、最新号がね届きました。見ていきましょう。開けるときはカッターですが、一応ね中身を傷つけないようにゆっくりとね、これも気をつけてくださいね皆さん。僕ね何度もねやらかしてるんですけれども、じゃんじゃかじゃーん、おー来ました。誰とくのですね、今回第4号ですね、こちらが届きましたので、これをね見ていきたいなと思うんですけれども、おー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 、いいんじゃなかろうか。じゃじゃじゃーん、今回第4号表紙はですね、ザッキーにお願いしました。僕ね昔からザッキーはね、まあ、結構長くね知ってまして、もう若手のねマジシャンなんですけれども、フィズムもね出ておりましたら、まあ、もしかしたらねマジック大好きの人はね知っているかもしれません。そんな彼をね今回表紙にねお願いしましたが、いいね、どんどん色とりどりになってきていい感じじゃない。なんか雑誌感がようやく出てきたよねいいね、こうやってやっぱ並べると熱いね。この間にねこのルセロがいるっていうのがまたちょっと面白いんだけれどもね。で今回これちょっと一瞬見させて、ちょっと中身まで僕はまだ見てないんだけど、おーおーおお、あいいね、トランプのこのカードの図版もいいか。これいつもさ思うんだけどさ、これなんかすごいなんかね端がねなんかギリギリのところで裁断されてるんだけど、これどうにかなんないのかな。僕結構ね余裕持たしてるつもりではあるんだけど、なんかちょっとここいつもダサいんだよね。ここわかるかな、この端っこのとこなんだけれども、これなんかね3号あたりからね結構微妙なんだよね。これ本当に僕はどうにかしてほしいなと思うんですけれども、まあいいや。今回ですね第4号はですね、まあいつも3つあるんですけども、1つがですねフラップカードですね、まあ、トリックカード、フラップカードとスプリットカードに関するですね歴史的な話についてですね、まあ、まとめております。実はこの話に関しては日本語でマックス・メイビンさんとスティーブン・ミンチさんってこの2人がですね既に書いてあることはあるんですけれども、まあ、いずれもね、まあ、ちょっと内容としては前のものになってて、あと入手ができないっていうのと、あと今回その図版付き で特にフラップとスプリットに関してフォーカス当ててね紹介したものになっておりますので、まあ、これを見るとですね、まあ、そういったトリックカードに関してですねもうかなり知ることができるんじゃないかなと思います。もう個人的にはね一番一押しの話になっております。で次がですねウィンデックですね。ウィンカジノって、レッド、ブルー、ブラウンの3色が一応ね公式のものとして出ているんですけれども、僕ね昔このチャンネルでブラックとグリーンとパープルの謎の3色紹介したことがあるんですけれども、よかったら動画のね概要欄からねプレフィア V で見てもらいたいんですけれども、これがですね、まあ、偽物とね言われておりまして、僕もね長らくずっと偽物だと思っていたんですけれども、最近ある発見をしまして、まあ、それに関してですね僕はツイートしたかったんだけれども、ツイートをねこらえてこのダルト君の中でね紹介しておりますので、ぜひともねお読みいただければなと思います。結論を言うと偽物なのかみたいなね、まあ、ちょっとそんな話をねしております。で最後がですねフォーカスポーカスですね。で今回ね非常に面白いのがですねカラーチェンジングブックですね。こう皆さん知ってます、こうやってこうパラパラってやるとね白紙のノートにねこうペッとおまじないかけるとこう絵がね出てきて、ペッとおまじないかけると全部カラフルになるみたいな、そのカラーチェンジングブックの、まあ、一番最初かどうかはわからないんですけれども、かなり初期のものがですね解説されておりますので、非常にね面白いんじゃないかなと思いますし、あとですね化学反応を使ったマジックとかですね、それも紹介しております。あとはこれよくあるやつですよね、こうコイン置いてこうコップ乗せて、で新聞紙でやって、でこれねコインは今表ですか裏ですかみたいな、そういったマジックあるじゃないですか、あれのまたご先祖様になるのかな。で結構ね演出とか手順に関して違うんですけれども、まあ、しかしねそういったものが収録されていたり、まあ、今回もねなかなかの誰得なんじゃないかなと思います。ちなみにねこのザッキーがね昔やってたフィニールっていうコンビのね由来の話とかもしてるんで、まあ、なかなか誰得なんじゃないかなと思います。よろしくは動画の概要欄からですねご購入いただければなと思います。ということで、はい、
なんとかね今のところ毎月出すことに成功しておりますが、今後どうなるだろうね、まあ、これもね売れ行き次第ではあるんですけれども、本当にこう売れないとね続けられないので、ぜひとも皆さんご購入いただければなと思うんですが、どうなんだろうね。まあまあでもね細々とねやっていきたいなと思います。なんだかんだでねこういろいろ研究者の方からですねありがたいお言葉をいただいたりとかですね、まあ一応まあ直接さほら面と向かって話するからさ、僕に対してそんな悪いこと言えないだろうけど、もちろんお世辞かもしれないんだけれども、まあでもね一応ポジティブなお言葉もいただいてたりはするので、まあ、僕の気持ちとしてはですね続けたい、だからあとは皆さん購入いただいて、まあ、そのお金的にねちゃんと動くのかどうかっていうところですよ、まあ、本当にそれがないとねやっぱ続けらんないからねだからそういう意味ではですねもうね言葉だけではね生きていけないのでね、言葉と身入りでねぜひともねお願いいたします。今回第4号出ました。で今回冊子版になりまして、で後日ですね電子版も販売いたしますので、まあ、どちらかというと電子版好きな方はですねそちらをご購入いただければなと思います。ということで誰得技術研究引き続きよろしく。これ僕さいつも思うんだけど、誰得自由研究でたまに言ってる気がするんだよね。動画でね僕何度かね言い間違えてる記憶があるし、僕も今回もね言い間違えてる気がするんだけど、まあいいや、まあ、とにかくねこれ誰得ね皆さんねお読みいただければなと思います。最後のご視聴いただきありがとうございました。バイビー。